あの光、間違いない、サイコフレーム。私たちを案内している。ユノ姉さん、あの飛んでく先、ガンダム。リタ、リタなんだろ。見せてもらおうか、その機体の性能とやら。俺はコウラと、そう固くならなくていいよ。リタなら話を聞いてくれ。俺だ、ヨナだ、ヨナバスタだ。聞こえているんだろ、リタ。ヨナ少尉ってことは、ナラティブガンダム。イエス、少尉さん、こちらシェザール隊、援護します。すまない、ここにリタが、不死鳥がいるはずなんだ。アクシズね、サクラ、ブレイク現象じゃなくて。調べてみる、小隊長さんは敵機の殲滅を。フェニックスは、俺が捕まえる。どんなことをしてでも必ず。それは見事と言わせてもらおう。この感じはゾルタンアッカネ。さて、問題は私に明確なニュータイプの素養があるかどうかだが。ジオング、じゃあ今回のブレイク現象は。リタマ、今度こそシャアの動きに追いついてみせる。 RX78 の2ガンダム、それに本物の赤い彗星。シャアの最大計画と紐づいてるんだ。シャア、なぜララーを巻き込んだ。ララーは戦いをする人ではなかった。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。戦争がニュータイプを作る。だったらリタや俺たちはどうなる。しかし正しいものの味方だ。ヨナ少尉、最初のガンダムの援護を。最初のジオングを倒さなきゃ。これで幕引きだ。もらった、いただく。全力で行く。ララが言った、ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えない。違う、もう一人の声もいい。今の私はガンダムは倒せる。なら私を導いてくれ。これで終わりだって。ニュータイプ、なら私は幻でも見ているのか。僕にも時が見える。ジオングブレイクアウト。ヨナ少尉、あれを。あの光、リタ、俺に何を見せたいんだ。調べたんだけど、フェネックスのデータはこのミッション中に存在してない。じゃあ、あのサイコフレームは。小隊長、追いかけて。敵モビルスーツがブレイクイン。さっきは一年戦争のジオン軍、そして今度は連邦のチターンズ。こいつらがオーガスタ研究所で。被験者だったヨナ少尉、彼と紐づいているのは何なのかしら。敵モビルスーツがブレイクイン。グルプス戦役の次は当然第一次ネオジオン戦争時のモビルスーツだっていうのか。一年戦争から歴史をたどっていってるんだ。ジンガバーガーだ。
効果ハマーンカーン。私に指図するつもりか。カミーユさん、あんたと一緒に戦えるなんてね。油断するな、ジュード。白っ子とハマーンだぞ。やっぱりクリプス戦役と第一次明治王戦争がまだ続いてる。お前がビームホーン。チタンズ、俺がいたニュータイプ研究所の。あんた、あのチタンズなのか。違うぞ、ジュード。小隊長のユノさんたちか。ユナ少尉、彼らと協力して迎撃を。邪魔なのだ。世界の都合というものを洞察できない者どもよ。何を偉そうに。私に失望させるな。私と共に手を携えてニュータイプの世づくりをしようではないか。救えるものじゃない。女たちのところへ戻るんだ。女だぞ。ジオ、ブレイクアウト。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。帰ってきてよかった。強い子に会えて。キュベレイ、ブレイクアウト確認。こんなんじゃリーナだって。大丈夫だ、あの鳥が僕たちを導いてくれる。リタ、今度は何を見せたいんだ。カミーユ君、ジュドー君のブレイクアウトは問題なしだよ。了解よ。最後フレームを追って、小隊長。こいつらは袖付きのモビルスーツ。その前だよ、ユナ少尉さん。第二次ネオジオン戦争からブレイクイン。年代順に考えればギラ動画になるわね。シャアの反乱。最後フレーム機が実戦投入された戦争か。こいつを切れば。やめろ。来やがった。私だけで掃除してやるよ。指揮官機、ルカ。小隊長、下から狙撃して。取り囲まれてるから周りにも気をつけないとダメだよ。産む時に数を減らす。ゲッター。そこだ。そこ、マイクロミサを切れば。まとめて片付ける。バズーカ。バカな。離れろ。ゲームを待ちで。やめろ。私が君を殺す。射撃。スパイシャテリア、外さない。バカだ。テリア、さすがだな。バカだ。外さない。
つ。強化人間だって私の敵じゃないんだよ。誰が好き子やられる。この私が。お見事よ指揮官機撃破。この感じ何かが来る。ララーが死んだ時のあの苦しみ存分に思い出す。このモビルスーツ爆死です。しゃ、奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。爆死ショックの後にこの二人の戦いなんて何なの。今回のブレイク現象はフェネクスの影響か。それは違うはずなんだよ。このミッションにフェネクスのデータは存在してないんだから。いた、本当にそうなのか。時間の手は伊達じゃない。どうすればいいのか。怖いぜ。命が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。何だと。サイコフレームをめぐる話はここから始まったのか。そう、ユニコーンガンダム、そしてネオジオン。長きにわたる戦いだった。これでよかったのだろう、ララ。シャ、さよならだ。この戦いがフェネックスにつながっていくのか。そうだ、サイコフレームは。小隊長さん、あっち。袖付きのモビルスーツがブレイクイン。第2次ネオジオン戦争の次はその残党。今回のミッションの核心に近づいてる感じだね。袖付きラプラス G。 そこだ。ジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよ。アンジェロ・ザウパー大尉、彼がいるってことはやっぱり。なんだ、どうなってる。貴重な大佐に立てつく者は皆同じ運命をたどるのだ。大佐ってフルフロンタル大佐のことなのか。大佐は大佐の戦場を怪我してしまった。俺の戦場はここじゃない。でもここにいるのはわかるんだ。そこ。ドッキリだ。当たれ。当てる。そこ。当てる。こっちにはライフルがあるんだ。当たれ。済ませてもらう。何かが来る。
この力示させてもらう。そこつきろ。いや、まだ来る。切り札ってのは最後に切らないとな。逃れられんよ。見た。聞こえた、強い声が。やるわ。フェネクス人違い。いや、ガンダム違いか。シンギュラリティワン、ユニコーンガンダム。声が聞こえた。あれはこの世にあってはならないものだと。その時が来たら、どうしよう。新たに力が必要になると思って。リタが、この白いモビルアーマーのことよね。両方、白いのはセカンドネオジオング予備パーツで組まれた造兵器だよ。そうか、これサイコマシンだ。お前もだろうが。条約破りのサイコフレーム機、新型のガンダム、それに解体されたはずのシンギュラリティは戦果としては申し分ない。君は危険だ、アナージ君。その首、不死鳥の代わりにもらえるか。もう分かってるはずだ、ゾルタ・アッカル。人の心の光が。リタの声はお前にも。この光、人の意志が力に。それがどうした。こんなものが何に。もうよせ、ゾルタ・アッカル。やめられるか。そうやって語っちまうから、人はいつまで経っても。違う、リタが言っていた天国はそんなんじゃない。やはり君にも見えるようだな。では、この宇宙の時のことは共に行こうか。一人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない限り。そうか、だからリタは撃沈する。あの声がした場所、遠いな。それでも、それでもいつかは、いつかは。ユノ姉さん、サイコフレームが。この黄昏のアクシズで人の心の光を見せてくれたのね、リタ・ベルナルさん。ありがとう、本当に。